6月は国の天然記念物奈良の鹿の愛護月間。奈良公園の鹿苑では今日から子鹿の一般公開が始まりました。春日大社の境内にある鹿苑にはこの時期に出産のシーズンを迎える鹿が保護され、安心して出産や子育てができるようになっています。奈良の鹿愛護会によりますと、この春の出産状況は順調で、鹿苑には今朝の時点で母鹿と子鹿が合わせて230頭いるということです。子鹿の公開は出産の時期に入っている鹿の生態を多くの人に伝え、温かく見守ってもらおうという取り組みの一環です。公開初日の今日は県内で活躍する鹿のキャラクターもお祝いに駆けつけてセレモニーが行われ、訪れた人たちは鹿の親子の写真を撮るなどして愛らしい姿を眺めました。初めて来ました。教えてもらって人間と変わらないですね。いっぱい生まれてよかったです。可愛いです。大人まで育ってほしいですね、事故なく。それは思います。親子の愛情に触れ微笑ましい様子が見られる子鹿の一般公開は今月30日まで行われます。